カクテル。カクテルとは、ベース、元酒となる酒に、他の酒、または、ジュースなどを混ぜて作る、アルコール飲料のこと。今虫。ただし、アルコール分を含まないか、1%未満程度の、ノンアルコールカクテルもある。カクテルを具体的に表現したとき、しばしば、酒、何かと表現される。例えば、スタンダードなカクテルとして紹介される。 スクリュードライバーというカクテルは、ウォッカ、オレンジジュースで構成されており、この表現に当てはまる。しかし、マティーニというカクテルは、ジン、ドライベルモット、つまり、酒酒ということになる。ここから、カクテルをより正確に定義づけるには、酒、その他の酒&、おはその他の副材料と考えることができる。原始的なカクテルが作られ始めたのは、古代。 ローマや古代ギリシャ、古代エジプトの時代だったと考えられている。これは、当時のアルコール飲料、ワインやビールであったの質が現代にしてはるかに劣る、ものであり、その味を補正するための手段であった。古代ローマ、古代ギリシャでは、そのまま保存したのではれか、酸化してしまうワインに熱を加え、凝縮した上で副材料、遭根木皮や粘土などを混ぜたものを保存していた。 それを水で割って飲むことが一般的なワインの飲み方とされており、これは酒、何かの定義に当てはまる。また、古代エジプトではビールに様々な副材料を加えたものが引用されており、これには、カルミ、コルミー、蜂蜜を加えたもの、チズム、ザイスム、ウイキョウやサフランなどを加えたもの、コルマ、コルマ、生姜と蜂蜜を加えたものがあった。こちらも、 酒、何かの定義に当てはまる。他にも原始的なカクテルとしては、唐で作られていたワインバニューというものがある。このように常温で飲まれていたカクテルであったが、中世の時代になると寒い冬の時期にカクテルを温めて飲むという習慣が生まれていく。その名残りとして、現代でもフランスのバンショドイツのグルーバイン、北欧のグレッグ、 といったものが引用されている。さらに、中世は上流酒が錬金術師たちによって作り出された時代でもあり、様々なカクテルが誕生した時代でもある。この時代に生まれたものとして特筆されるのは、イギリス陸軍大佐、フランシス・ニーガスが考案した、ニーガス・ポート、ワイン・ユ・砂糖・レモン・ナツメエグ・ブランデー。インドが発祥と言われる、パンチスタイルがある。近年では、氷を用いた、 コールドドリンクが主流であるが、そうしたカクテルが登場するのはずっとあと、19世紀末から20世紀初頭になってからのことである。氷は近代になるまで貴重品であったからというのが、その理由であったが、1876年にカール・フォン・ディンデが製氷機を開発したことによって、一年を通して、いつでも氷を入手できるようになった。これにより、マティニやマンハッタンといった、 新しいジャンルの現在ではカクテルの代表格とされるレシピが発案されていったのである。それらの新しいカクテルはアメリカで生まれたものであったが、第一次世界大戦と禁酒法により職を失ったバーテンダーがヨーロッパへ移っていったことによって全世界に広がっていくことになったのである。1920から30年代のヨーロッパにジャズなどのアメリカ文化が流入し、 その一端として、カクテルブームが起きた。イギリスでは、第一次世界大戦以前は、ディナーの前に酒を飲む習慣は、ほとんどなかった、アフタヌーンティーの時間に、女性も含めた仲間が連れ立って、ホテルのバーなどに集まり、強いカクテルを飲むことが、当たり前のようになった。カクテルタイムと呼ばれるこの新しい習慣は、若い世代を中心にあっという間に受け入れられた。酒。 その他の酒&、おはその他の副材料を指して、カクテルと呼ぶようになったのは、1700年代とも1800年代に、入りすぐとも言われている。前者の説を、イギリス説、後者の説を、アメリカ説という。その語源については、諸説あり、例えばバーテンダーの団体間で統一するといったこと、話されていない。以下に、いくつかの説を示す。 サボイカクテルブックで、カクテルという言葉の起源として特に紹介されている、説。19世紀の初め、アメリカ合衆国南部陸軍とアホロートル8世、アホロートルバイブ率いるメキシコ軍の間には、小競り合いが絶えなかった。しかしある時、休戦協定が結ばれることとなった。休戦協定交渉にあたり、まず最初に酒が供された。 自身が調合したら式の見物を満たした酒を持ち、美女がその場に現れたが、その酒が一つしかなかったことで、その場の雰囲気が不穏なものとなる。酒が一つだけということは、アメリカ軍の将軍か、メキシコ王か、どちらかが先に飲むことを意味しており、後に回された方が、自らを侮辱していると感じのではないかという懸念があったからである。しかし、その美女は、 不穏な空気を察し、微笑やみうやうやしく、頭を垂れると、自らその酒好きの酒を飲み干した。これにより、その場の緊張が解け、交渉は、成功に終わる。協定交渉の最後、将軍が、起点の利くその美女について尋ねると、王は、自らもその美女に会ったことはなかったにもかかわらず、自慢げに答えた。あれは、自分の娘で、コクテル、コクテルという、 サボイカクテルブックに示された説はこの通りであるが、他の文献にも類似の説が示されている。ただし、19世紀初めのメキシコにはすでに王はおらず、アホロを取る発生という名の王も存在していない。国際バーテンダー協会がカクテルの語源として採用している説。メキシコのユカタン半島にあるカンペチェという港町にイギリス船が入港した時のこと、船員たちは、 街の居酒屋に立ち寄り、乾きを癒していた。当時、イギリス人たちが酒を飲む時には、ほぼストレートでしか飲んでいなかった。しかし、カンペチェでは、ブランデー、もしくはラムに砂糖などをミックスした飲み物、ドラッグドレアクが流行していた。この飲み物は、酒をストレートで飲む習慣しかなかった、イギリス人の興味を引くものだった。ドラッグは、厚手のグラスに材料を入れ、 スティックやスプーンで攪拌して作られるものであったが、金属製のスティックを使うと不快な匂いがドラッグに映ると嫌われていたため、木製のスティックを使うことが多かった。ある店の少年もそうであった。ある時、船員は少年に、それは何だと尋ねた。船員は、その飲み物の名、ドラッグを尋ねたのであるが、少年は攪拌に使用したスティックのことを尋ねられたと思い、 これは、コーラデガジョ、コーラーデギャロ、スペイン語で、オンドリの尻尾のいですと答えた。その道具の形が、オンドリの尻尾に似ていたからである。ともあれ、船員はその飲み物を、コーラデガジョを英語に訳した、テール・オブ・コックという名で呼ぶようになった。このエピソードは、カンペチェに入港する船員たちに広まり、次第に、他の地域の酒場でもこの名を使用するようになっていく。そのうちに、 テール・オブ・コックをイチゴとしたカクテルトイ・コックが生まれ、それがミクストドリンク全般を指すようになっていった。この説を最初に提唱したのはハリー・クラドックである。1936年1月に発行されたイギリス・バーテンダー協会、ユナイテッド・キングダム・バーテン、エスギルド、UKBG の機関紙、ザ・バーテンダー、ザ・バーテンに、ルーカス・デ・パラシオという人物から聞いた話として、 掲載された。後に、イギリスバーテンダー協会が監修した、カクテルブック、ユックブグ、インターナショナルガイドトードリンクス、UKBG、インターナショナルガイドツードリンクスに、掲載、1967年に発行された、ザ・バーテンダーでも再掲されている。日本でも1967年のザ・バーテンダー再掲を基として、1969年10月に、 発行された全日本バーテンダー協会、オール日本バーテンダースアソシエーションの機関誌によって、この説が紹介されている。ベッチー・フラナガン、ベッチー・フラグナンとも、ベッチー・フラナガン説や、オンドリ説などとも呼ばれているが、いずれにしても、四角圏というナヌバーが舞台であることから、四角圏説として記述する。アメリカ独立戦争の折、ニューヨークの北に、 イギリスの植民地があった。町の名はエムスフォードと言った。戦争で、騎兵隊員であった夫を亡くしたベッチー・フラナガンが、この町で、四角圏というバーを経営していた。彼女は独立派側に組みしており、独立軍にオリジナルのミクストドリンクを振る舞っていた。ある時、彼女は、ハンドクリッパ側に属する人間の屋敷に忍び込み、立派な尻尾を持つオンドリを盗み出す。 盗んだ温鳥は、ローストチキンに、その尻尾はサカツボに飾られた。その夜も、独立軍の兵士たちは四角剣で、ローストチキンをつまみに酒を飲んでいた。ある将校が、おかわりをしようとし、サカツボに飾られた温鳥の尻尾に気づく。ずいぶん立派な温鳥の尻尾じゃないか。一体どこから手に入れたんだすると彼女はこう答えた。失敬したのよ。イギリス男の家からね。 自分たちが口にしていたローストチキンの正体を知った兵士たちは高らかに叫んだ。ビバコック、エステール、コックテール、バンザイ。以来四角圏で振る舞われるミクストドリンクにはコックテールの名が与えられ、その名が広まっていった。カクテルの種類は書籍などに収録されて、名前が知られているものだけでも数百種のオーダーではなく、少なくとも数千種存在する。 これだけ多いのは、使用される材料が多岐にわたる上に、わずかにレシピが変わっただけで別なカクテルだと区別されるケースがあるためだ。さらに、オリジナルカクテルと呼ばれる、独自に創作されたものの有名にはなっていないカクテルも数多く存在するため、その総数は誰にもわからない。なお、個々のカクテルについては、カクテルの一覧、50音順を参照のこと。 1951年に北海道の税務関係の役所が種類に種類の異なる種類を混和したときは新たに種類を製造したものとみなされるため、酒税法の適用を受ける。従って、もしもカクテルを作るのであれば、カクテル一杯ごとに酒税を支払わなければならず、そうでなければカクテルは禁止である。として、摘発を行ったことがある。無論、後日、 この酒税法の解釈は誤りであったとして取り消されており、カクテルの禁止は解除された。近年、日本ではカクテルの街として街おこしを図っているところがいくつかある。栃木県宇都宮市と北海道旭川市が特に有名で、カクテルの国内大会で優勝経験を持つバーテンダーを中心に観光協会などがイメージ作りを進めている。他には、 神奈川県横浜市、理由は、同様などもカクテルの街を名乗っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。